ミューチケット。左の2枚が通常の券編、右は時差、土日回数券。ミューチケットとは名古屋鉄道が運行する名鉄特急の特別車へ乗車するときに必要な特別車両券の相性である。前身の座席指定券のリニューアル版として1999年5月10日に登場した。従来の座席指定券は座席確保の対価として設定し、 満席であっても着席時と同額の料金を率席承知の上で払って乗車することを名鉄では制度上認めている。しかし指定席なのに座れないという問題点が指摘されていた。そこで1999年に特急運用から7000系、7700系が撤退し、車内設備が統一されたことに伴い名鉄特急の指定席車を 特別車に変更するとともに座席指定料金から特別車両の利用料金に改めた2014年現在の発売額は乗車区間や年齢を問わず一乗車360円である料金制度の詳細については名鉄特急を参照ホーム上に設置されたミューチケット券売機発売日は1ヶ月前の駅窓口営業開始からであるなお 前の月の同じ日がない場合は、当月の1日から発売する。発売箇所は、名鉄の駅では、八戸駅、赤池駅の両駅を除く出発係配置駅の窓口、または特別車停車駅のミューチケット対応券売機、駅サービスセンター及び、名鉄岐阜駅、名鉄名古屋駅、金山駅、知立駅、中部国際空港駅等に設置されている。 ミューチケット対応券売機である。この他、名鉄観光サービスをはじめ、主な旅行代理店でも発売している。2019年5月18日から、インターネット、スマートフォン、携帯電話でも購入できるようになった。インターネット、スマートフォン、携帯電話から購入した場合は、チケットレスとなる。社内での発売については、ミューチケットではなく、社内生産券となるが、 座席は指定されない。なお、駅窓口及び改札外にある、タッチパネル式の新型自動券売機では、乗車券購入区間と特別車乗車区間が、同一の場合、乗車券券用のミューチケットが発行される。ただし、券売機購入の場合は現金あるいはマナコ利用の場合に限られる。また、マナコ利用の場合は、マイレージポイントは加算されない。 一人一枚有効であり、一枚のミューチケットで小児以上の複数の人が使用することも、一人で複数の座席を使用することもできない。ただし、乳児・幼児が同伴者の膝等に乗る場合は一枚のミューチケットで乗車可能である。使用済みのミューチケットは、下車後、改札機備え付けの回収箱に投入するか、自動改札機に投入すれば回収される。ただし、 豊橋駅に限り、終点の豊橋駅が、駅業務を JR 東海に委託している関係で到着前に、車掌が回収する。ミューチケットは特別車車内で車掌により、車内改札されていたが、ネット予約サービス開始後は、購入した座席とは異なる座席を利用している。乗客や、ミューチケットを購入せずに特別車を利用している。満席の場合には、ミューチケットが発売されない。 この場合でも特別車に乗車することは可能だが座席は指定されず特別車に乗車している限り特別車両料金を支払う必要がある。間違って全車特別車に乗車した場合でも上記と同様に特別車両料金が必要である。一部特別車の列車の特別車にミューチケットを所持しない旅客が乗車した場合も上記と同様に車掌より 特別車両料金の請求を受けるが、すぐに一般車へ移動すれば料金を支払う必要はない。1万1、ミューチケットを紛失した場合や、県面指定の列車に乗り遅れた場合は、再度買い直す必要がある。ただし、紛失の場合はその旨を車掌に申し出て、後にミューチケットが見つかった場合は、手数料を差し引いた額が払い戻される。 料金は一乗車単位の均一料金であるため、乗車列車の乗り越しが可能である。その場合は車掌に申し出れば、車掌は懸命に乗り越す旨を書き込む。ただし、乗り越し先では、他の乗客へ座席指定されている可能性があるので、その場合は席を譲らなければならない。何らかの理由で、該当列車が全車一般車に変更された場合、 係員に申し出ることで無手数料で払い戻すことが可能。座席指定した区間の途中で下車することも可能。指定された列車に乗車しなかった場合は無効となる。ネット予約サービスでは乗り継ぎミューチケット、ミュー定期券の購入ができない。2020年1月現在のもの。特別車両券は一乗車乗り切り制が基本であるが、指定駅で60分以内に列車を乗り継ぐ場合は、 同時購入する場合に限って2列車をまとめて1乗車とみなし、同額の乗り継ぎミューチケットを発売する。この乗り継ぎの場合、席番が同じになるとは限らない。なお、ネット予約サービスでは購入できないので注意が必要。1ヶ月間13,400円で発売。平日の1往復のみ同一列車の同一座席を確保することができる。 購入には乗車区間内の定期券を所持していることが条件で、乗車する際も定期券とミュー定期券を併用しなければならない。指定列車でなくとも有効区間内であれば、どの特別車も利用できることに特徴がある。ただしこの場合は空席利用となるのでミューチケットを所持した乗客が現れた場合は席を譲らなければならず、満席の場合は率席乗車となる。 丸乗り1デフリー切符、編集3200円で発売。名鉄電車全線が1日乗り放題となる切符である。この切符の最大の特徴として、10時16時の間はミューチケットを買わなくても特別車の利用も可能となることが挙げられる。ただし、空席利用となるのでミューチケットを所持した乗客が現れた場合は席を譲らなければならず。 満席の場合はやはり率席乗車となる。2002年に夏季限定で発売した夏特一イフリー切符が始まりで、翌2003年から現在の名称で数年発売となった。なお、同様のフリー切符でも名鉄電車にイフリー切符や沿線施設での観光、食事と一イフリー切符がセットになった切符については、この取り扱いはなく、 時間帯に関わらずミューチケットの購入が別途必要になる。2021年厳春日デイフリーキップ。編集前年の前売り限定で発売される。年始向けの1日のり放題キップ。2021年正月分ではフリーキップの利用日限定で使用できる。ミューチケット割引券が2枚セットされる形で発売された。 2021年3月26日から2021年4月30日まで指定された自販機でサントリー製品を購入するとミューチケットの180円分の割引券が必ず取得できるキャンペーンが行われた。下記の回数ミューチケットは2019年5月18日からネット予約サービスが開始したことに伴い前日付で発売を終了した。回数特別車両券。 編集11枚を10回分の料金で発売。乗車列車や区間は指定されずに発売するため、1枚ずつ自分が希望する列車で利用することができる。乗車する前に窓口で回数券とミューチケットを交換する。上記のミューテーキ券とは異なり、こちらは利用可能な乗車券の制限がない。時差、度急回数ミューチケット、編集14枚で3600円で発売。 平日の10時から16時と土日休日祝日の終日、並びに土日祝日ダイヤで運転する日の終日と12月31日1月1日2日3日の終日も利用できる。事前にミューチケットとの引き換えが必要なのは以前の8枚2000円時代と変わらないが、現在は時期券となったことからタッチパネル式自動券売機でもミューチケットとの引き換えが可能となった。 また、有効期限が以前は最高で6ヶ月あったのに対し、発行日から3ヶ月と短くなった。これを使って発行されたミューチケット券面には、時差度9の文字が入る。しかし、発売額は360円の表示となっている。ありがとうございます。